はい、なならです。えー、J リーグ第22節、清水エスパル戦、えー、たった今終わりました。まだ試合終わってから3分ぐらいだと思いますが、えー、超速レビューということでやっていきたいと思います。まず、試合前の情報として、スタメン、えー、大久保が関根に、大畑が秋元にということで、ここら辺はちょっと情報なかったんですけど、怪我とかコンディション不良なのかなと思います。 えー、臨戦はね、ベンチ外ということで、まあこれは予定、予想通りかなという形ですね。まあ関根に関してはね、今大久保にポジション取られたような形になってると思うんですけど、ここでしっかりとね、結果とかを残して、あの、いいところ見せてね、取り返してもらいたいですね。はい。あとは雨の影響、相当ね、強い雨が降っているということで、えー、芝に関してどうなるかなと思いましたが、まあ、あの、多少、 スピードが落ちるときはありましたけど、ほぼほぼそこまで影響なかったのかなと思います。はい。で、清水はね、広角圏ながら、え最近5試合2勝1分け2敗ということで、まあ、そこまで成績が悪くないと。で、まあね、今日しっかり勝つことで、あの、広角争いって部分からだいぶ遠いところに行けると思います。最近ね、アウェイで勝ててないんですが、前回神戸に勝てて、えー、 今回ね、あ,あの、相性のいい日本代打なので、しっかり勝ち点3を取って、えー、ね、上位進出を目指してもらいたいと思います。ということで、前半から行ってみましょう。まず前半ですね、えー、最初のね、あの攻撃でね、松尾が突破して、左足のミドルシュート、キーパーの正面という形だったんですが、入りよく、いい入りができたなと思ったんですが、その後ね、神谷の仕掛けとか、山原のミドル、 あとね、えっ、ー、と、セットプレイからかな。えっ、ー、と、リフレクションで、えー、相手の選手のシュートが相手のフォワードにあ当たってコース変わって西川の高セーブという形でですね、やっぱり力のあ、劣る相手に対してこういうちょっとね、あの、味方にボールが当たってコース変わって入るみたいな、アクシデントみたいな点があるとかなり相手を元気づけてしまうので、ここを作った西川はだいぶあの、 この試合大事なプレーだったかなと思います。で、その後、まあ、あの、多少ね、清水もね、うまくボール持ててる部分はあったんですが、レッツが落ち着いて攻めて、あの、少しずつ大きな決定機というほどでもなく、ないけど、チャンスを少しずつ作っているという状態でしたね。 えー、井せ、から関根松尾みたいな形とか、あると、ショルツの攻撃参加がね、相変わらず素晴らしくて、まあ、シュートの局面まではいかなかったんだけど、やっぱりね、あの、しっかり相手結構引いて、あの、ブロック作って守ってくる中で、うまく、えー、ショルツが持ち上がって浮くことで、あの、あ味方をフリーにして、えー、攻撃をするっていう部分は、しっかりできていたのかなと思います。 あとは小泉のクロスから石年が飛び込むとか、あとモーベルグ堺これあの、前回のね、モーベルグ江坂か、大久保の再現みたいな感じで、えーお、モーベルグの外当酒堺がもらってクロスという形で、まあ合わなかったんですけど、こういった形をしっかりやると、えー、相手もね、あの、モーベルグの左足を切りつつ、縦にも行かなきゃいけない、縦もケアしなきゃいけないということで、えー、攻撃を多彩にすることができるし、これによってモーベルグの、あの、 カットインのドリブルも生きてくるんじゃないかなと思います。で、今日ね、モーベルグが結構コーナーのキッカーをやっていたんですが、いいボール蹴ってましたね。一回、キーパーが弾いたボールを関根が直接ダイレクトでもら狙って、まあ相手に、のにね、ゴールライン上でクリアされてしまったんですけど、非常に可能性があるプレーでしたし、その後ね、秋元のクロスからモーベルグ、流れたモーベルグが関根にマイナス乗り返しで、 松尾が押し込むという形で、先制点取れました。これね、あの、最初ダゾーンで見てる中で、えー、最初のね、あの、VTR では、ああ、これオクサイドだなと思ってたんですが、最後に出た、えー、2, 2個目の角度のね、あの VTR でね、あの、手前のね、あの、サイドにいた山原選手が残っていたので、こちらはゴールインですね。はい、えー、前半終了間際の一番いい時間帯で点を取れましたということでですね、後半に関しては、 え、まず、早く2点目が欲しい。えっ、ー、と、エスパルスもね、そこまで決定機を作られていたわけではないんだけど、そんな悪いサッカーをしてい,いる感じではない中で、えー、どうしても、あの、後半ね、終盤になるにつれて、あの、前に個人技の強い選手がいたので、1回、2回、3回ぐらいはちょっとチャンス作られるかなと思っていたので、2点目を取ることでね、だいぶ相手を落ち着かせることができたかなという部分で、ました。はい。で、後半ですね。 えー、小泉から厚木へのスルーパスでモーベルグみたいな感じで、結構前、あの、後半の立ち上がりもしっかりでやつがボールを握って攻めるってことができていたかなと思いますし、えー、一点先制したことでゆっくりゆっくり焦らずボールを回して、あの、攻めてる時も焦らずボールを回すし、えー、守ってる時も丁寧にあの、うまく相手のマークを外さないようにして、あの、得点機会とかチャンスを作ることを、えー、防ぐことはできていたかなと思います。 で65分ぐらいの手前ぐらいからね、ちょっと運動量落ちてきて、相手にちょっと押し込まれ始めてきて、ちょっと嫌な流れだなーっていう中で、70分に交代ですね。もうちょっと早くてもよかったかなーと思うんですが、えー、モーベルグムが真渡りに変わって、えー、左サイドバックに入って、小泉と江坂がチェンジ。で、秋元が1列上がって、えー、中盤がね、秋元、えー、江坂関根の形でしたね。 そして、えー、今回もエサカの、えー、ファーストプレイでゴールが生まれますということで、エサカから秋元でオンゴールもこれ、秋元のゴールにしてあげていいんじゃないですかね。もうあの、まあ、公式はオンゴールとなって、なっていましたしそのままだと思いますが、まあ、僕的には秋元の今季 J リーグ初ゴールということでいいのかなと思います。ね。はい。で、2-0になって、あこれで落ち着いて見えるなと思った、あと5分後ぐらいですかね。 え、ま、山原のスーパーフリーキックが決まってしまうということでですね。何もないところから得点を奪われるっていうのはね、なかなかダメージもでかいし、相手もちょっと無駄に元気になってしまうっていう部分で、まあ、これはね、キーパーちょっとボールブレしたので、西川に止めろというのは気の毒かなと思うんですが、え、1点差になって、え、相手ね、オーシフンっていうね、大きい選手が入ってきて、まあ、レッツもどうしても受け身になってディフェンスラインが下がるということで、 ちょっとね、あの、嫌な空気が漂いましたね。レッツは3バックにして、サッカ岩波、ショルツの3バックで、えー、たりと宮本が、えー、ウィングバックという形に変えましたと。で、えー、後半終盤になったんですが、まあ、今日のサッカーを見てる限り、清水に大きく崩されるとかいうのは、ミスとかがなければないのかなとは思ったんですけど、 えー、やはり相手に高さがある中で押し込まれてて、クロスをポンポン上げられてくるっていう中で、やっぱりちょっと怖いなっていう部分ありましたね。まあでもそこをね、ショルツ岩波を中心に守って、えー、最後ね、松尾がだいぶバテてるから、まあ、松崎でも入れればなと思っていたんですが、松尾を知念に変えてもう守り切るぞっていうサインを与えて最後守り切りましたと。しっかりね、知念もね、あの、玉際で負けないように頑張っていたし、 しっかり前線からみんな頑張って追ったことによって、結構エスパルスが最後の2、3分一番放り込みたいところで、なんでエスパルス、あの、ディフェンスラインに5人もいるんだろうみたいな状態になって、あの、クロスを上げさせる回数自体ね、だいぶ減らせていたので、まあ、そこは非常に良かったかなということで、試合終了で2対1ということでレッツが勝ちました。えー、高い状の結果は全然把握してないんですが、まあ、これでね、だいぶあの、 うまくいけばもうちょっと順位も上がるのかなと思いますし、え下、ー、位のチームに対して3ポイント取れたということで、えぇ、ー、広角圏からはだいぶ遠のいたんじゃないかなと思います。でね、えー、まずね、最初の試合前のポイントだけした関根ですね。えっ、ー、と、今日、あの、形に残る形で得点とアシストはなかったんですけど、うんえー、コーナーキックからしっかり枠に入れてチャンスを作った部分と、あの、何よりもね、松尾の先制点の部分ですね、うん あの、左サイドで崩しをしていたのに、最後右に流れた後、関根も中央に入っていって、え、右折りでモーベルグのね、マイナスパスを受けてシュート。これもね、強烈にグラウンダード枠を捉えたことによって、得点が生まれたってことでは、非常に良かったと思いますね。で、松尾もね、本当に得点が欲しくて、なかなか奪えない部分があったんですが、 今回ね、あの、らしいドリブルからのシュートではなかったんですけど、しっかり詰めて点を取れたということで、ここからケチャップドバドバに期待したいですね。で秋元に関しては、えー、まだ、公式得点は認められてないんですけど、あの、僕的には今回の点はもう、1点上げてしまおうと思うので、えー、のびのびね、次節以降、しっかりと、えやってもらえればなと思います。で、この後ね、えっ、ー、と、J リーグの、えーと、代表の試合、ウィークということで、ちょっと試合は空いてしまうし、 パリ・サンジェルマン戦はね、1000円払ってみようかどうかはちょっと迷ってはいるんですが、次ね、川崎、その後が川崎ですね。臨戦が入ってくるし、川崎は今絶対的な強さもない。ただしっかり上位にいるチームということで、力試しという部分ではね、最近ちょっと下位のチームとの対戦が続いている中でしっかり勝ててた中で、ここで川崎に結果を出せると、自信もつくし、大きく前に向かっていく。えー トリガーにもなると思いますので、そこに期待しながら、えー、30日じゃですかね。2週間空いてしまうんですが、楽しみに見ていきたいと思います。ということで、今回ここまでになります。えー、最後まで聴いていただきありがとうございました。えー、この動画が良、えー、かったという方は、えー、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ナナナ,ナでした。